楽しみだな、楽しみだな。お姉さんと少年とおっぱいとアデリーペンギンが主役で、主題歌宇多田ヒカルが歌ってる8月17日全国ロードショーの映画、なんだっけなんだっけ、タイトルが思い出せねえな。宣伝費もらってねえからタイトルが思い出せねえな。全国5000万人のペンギンファンの皆様、お待たせいたしました。この世の天国、長崎ペンギン水族館でございます。ああ、僕もここで飼育してくれねえかな。この動画は同種にしか出会わないことで自らが動物であることを忘れてしまった人間たちに、動物の素晴らしさを思い出してもらい、実際に動物園へ足を運んでもらおうという趣旨の動画です。長崎ペンギン水族館は前身である長崎水族館を改修し2001年に開館。全ペンギン18種類の半数である9種類のペンギンを飼育しており、2018年現在ペンギンの飼育種数では世界一となっています。またペンギンの高い繁殖飼育技術は世界からの評価も高く、その多くのノウハウは総称して長崎方式と呼ばれており、海外からも参考にされています。1階の屋外展示場では南米や南アフリカに住むペンギンたちが生活しており、フンボルトペンギン、ケープペンギン、マゼランペンギンの違いを見比べて観察することができます。へえ、そうなの。ほう、え、何？フンボルト、ケープ、マゼランの違いがわからない。ほう、グレー、教えます。まずはフンボルトペンギン、他の2種類と比べてくちばしの付け根から顔全体にかけてピンク色の地肌が大きく見えることが特徴です。次にケープペンギンとマゼランペンギンの違いですが、胸の黒い帯を見るとケープペンギンは細い一本線、マゼランペンギンはその上にもう一つの太い線があり、計2本の線を見つけることができます。また寝そべっていたりして胸の帯を確認できないときは、下くちばしの白い帯があるマゼランペンギンの特徴を確認することで判別ができます。長崎ペンギン水族館では隣接する自然のビーチまで選抜されたペンギンたちが行進する様子を間近で観察することができます。ペンギンビーチに登場するこちらのペンギンたち、種類をフンボルトペンギンと言います。野生では南アメリカのチリやベレーで生活をしている種類のペンギンたちです。ペンギンといえば南極や氷のあるような寒い地方で生活をしているイメージがあるかと思いますが、こちらのフンボルトペンギンたち、サボテンが生えている暖かい地域に生活をしており、暑さには強く、ここ長崎でも一年中外で生活をしています。ちなみに日本では各地の動物園や水族館で見ることができるフンボルトペンギンですが、実は生息環境の変化により野生下では1万羽ほどまで数が減り、絶滅が危惧されています。しかし繁殖が進んでいる日本は全生息数の1割程度まで数が増えているため、南米のチリやペルーの飼育員が繁殖技術を日本に学びに来るなど
世界的にも珍しい事態が起きています。すいません、ちなみにこの子たちって毎回選抜で選ばれて、そうですね、優秀な子を選んで出しています。で他の子はビーチに来ない子もやっぱ、そうですね、出れない子もいます。健康で、まあ、好奇心が旺盛すぎない子です。好奇心旺盛すぎるとゴミとか食べちゃうことがあるので。そういうことですね。優秀な子たちだけか、じゃあ僕は無理だな。肯定しないで。でもさ、優秀な子も好奇心旺盛な子もみんなが泳げるような海になればいいのにね。さーて、長崎ペンギン水族館パート1いかがだったでしょうか。今回紹介したイベント以外にも土日には手渡しでペンギンに餌を与えることができるイベントだったり、実際にペンギンに触ることができるイベントだったり、いろいろな催しやってるから、長崎ペンギン水族館のホームページをチェックしよう。そしてパート2では阿南極地域のペンギンたちを紹介します。あ、そうだ、ペンギンで思い出した。映画のタイトル、映画のタイトルはペンギンハイウェイ。あー、終わっちゃった、終わっちゃったら言えねえね、しゃあないよな、しゃあない、しゃあない。